大事なお竹さんを捕まえてくれてありがとう。約束の10万円じゃ。領収書を書きましょうか。母印をした方がいいですか。ただいま計算をしております。しばらくお待ちください。通帳をお受け取りください。ありがとうございました。惑星ビレテジオンに帰れる日も近いぞ。何やってんのよ。キャッシュマンの真似なんかしちゃって。キャンブル、キャッシュマンとあんたとでは月とずっと、パパとどうしたのこんなに。あんたまさか銀行強盗でもしたんじゃ。私は警官だぞ。あんたの給料でどうしてこんなに貯金ができるのよ。あ、それは。さあ一緒についてくやるから自首しよう。いや私は悪いことなんかしてない。ねえジャパット、明日私の誕生日なのよ。金のネックレスプレゼントしてくれないかしら。ジャパット素敵でしょ。イヤリングまで買いやがって。このままではせっかく貯めた金がパーになるかも。たまらないぜ。貯金を全部はたいてドルコンを買ったっていうのにまだ半分か。だがあの女に無駄遣いされるよりはいい。ドルコーンを一つ残らず運び出すんだぞ。ジャバット、直ちに38丁目のスロープタウン銀行に急行してくれ。大金庫を破り金塊を強奪している奴らがいる。金塊？妙な顔した奴らですね。外国人かしら。何者だろうと必ず逮捕するんだ。退避しろ。何？銀河系で指名手配中の宇宙モンスターオビデとレオステナ。やつらなぜこの地球に。そうか、やつらもドルコーンを狙ったんだな。よし、相手は銀行だ。バイト料たっぷり請求できるぞ。変身だ、ショータイム。貯金戦士キャッシュマン。支店長さん、私があいつらを通してドルコーンを、いや金を取り返してあげます。本当でした、お願いします。そこで料金ですけど、相手が宇宙モンスターなんでスペシャル料金ということで、あの200万円ぐらい。200万？いえ150、いや123。でも取り返してくださったら金半分差し上げます。金半分？はい。あの量の半分もらえたら宇宙船のエネルギーが満タンになるどころか、星のみんなにも土産を買って帰ることもできるぞ。悪運尽きたら帯で寝落ちて天に代わって成敗してくれる。お前は、死んだのではなかったのか。撃ち落としたはずなのに。確かにお前らを追って銀河系の外れまで来て宇宙艇の燃料中枢をやられた。
だが運よくこの星に不時着したのだ。空中戦では不可抗力だが、地上ではそうはいかんぞ。それはどうかな。オビデ兄貴、やるわ、やくま一体両断にしてやる。やおとなしく観念しろ。キャッシュマン、素敵。わあ、もっと、あっと、ディオラ、こいつの命が惜しかったら下がれ、下がるんだ。相変わらず卑怯な奴らだ。礼をして、よくやった、あずらかるぞ。へえ、てめえ一歩でも動いてみろ。この女の命はねえぞ。ドルコンを燃料変換器にバンバンぶち込んでください。もっとパワーアップしますぜ。よっしゃ。やった、信じらんない。なんでもったいないことすんのよ。まだ重量オーバーだな。このアマも色なしだ。放り出せ。やお願い、やめてさずに言っていてくれ。
コーンが。が無事で、でも私がやっつけたのよね、あの宇宙モンスターとかいう化け物たち。キャッチマン、地上に戻ったらみんなに私がやっつけたって絶対言うのよ、本当のことなんだから。この女、疫病神だ。バイト料がパーになってしまった。何？どうしたの？燃料切れだ。ネックレスとイヤリングをよこすんだ。いやよ、この宇宙艇の燃料は金なんだ。いいから早くしろ。小さいのか、返してよ。いつになったら惑星ビレテジオンに帰れるんだろう。はーい、サバット。あのね、サバット、またおねだりしちゃっていいかしら。金のネックレスなんだけど。はい。うわあ、すっとくれるの？嬉しい。あ、何よこれ、サバット。あのお金どうしたのよ。あ、ほら、どこへ、サバット。何よ、バカ。貯金残高ゼロ。惑星ビレテジオンに帰れるのはいつの日か。頑張れキャバット、戦えキャッシュマン。